1から10までの数字を合計する反復プログラムで、空欄 A に入るものを選びなさい。こちらは繰り返し処理を Python で行う場合の問題になります。例えば、レンジ関数の第1引数に20、第2引数に31を入れると、20から30まで1ずつカウントアップした値が i に代入されます。増分を1以外にしたい場合は、第3引数に定義をします。選択肢の1と2はビットウィン関数ですが、関数として定義されておらず、実行するとこのようなエラーになります。3番は、開始が0で終了は10未満ということで、0から9までの繰り返しになります。4番は、開始が1で終了は11未満ということで、1から10までの繰り返しになります。よって正解は4になります。実際にこの Python のプログラムを実行してみます。このように正しく値が表示されました。解説は以上になります。